結晶表面の原子拡散。原子の振動は熱揺らぎの一つの例である。同様に、熱揺らぎは原子があるサイトから隣接サイトへ時々ホップするのに必要なエネルギーを与える。簡単なため、青い原子の熱揺らぎは示していない。統計力学において、熱揺らぎとは平行にある系における平均状態からのランダムなズレのこと。 温度が高くなると、すべての熱揺らぎは大きくなり、絶対零度に近づくと、熱揺らぎは小さくなる。熱揺らぎは、K の温度の表れである。温度がゼロでない K は、ミクロの平行状態に止まってはおらず、すべての可能な状態を、ボルツマン分布で与えられる確率で取る。熱揺らぎは一般に、K のすべての自由度に影響を与える。その例としてランダムな振動、ランダムな回転、 ランダムな電子冷気などがある。圧力、温度、エントロピーなどの熱力学変数にも熱揺らぎが存在する。例えば平行圧力にある形では、K の圧力は平行値付近である。程度変動している。統計集団の制御変数だけは変動しない。熱揺らぎは多くの形でノイズの原因である。熱揺らぎを与えるランダム力は拡散と散逸の両方の原因である。 ランダムなドリフトとドリフトへの抵抗の競合効果は、陽動三一定理でつながっている。熱揺らぎは、相手意と反応速度論において、主要な役割を果たす。統計力学では単に揺らぎとも言われる。ありがとうございます。